いた。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずこの当て木を使って研いでいくんですけども、はい、これにヤスリを巻きつけます。こういう感じで、こういう感じですね。そうですね、はい。そしたら、あと水つけて一本一本やっていくので、水つけていただいて、この上の方からですね、軽く削っていきます。軽く削っていくとこう模様がね出てくるので、豆にこうスポンジで拭きながら、この模様どのぐらい出てるかっていうのをちょっと確認していただいて、進めてください。削りすぎるともうどうにもならないので、はい、軽くですよ。何代目とかなんですか？ですね、今私6代目です、ね。それこそなんか300年続くって言うじゃないですか、約300年。そうですね、はい、大体江戸時代から、小林さんも、小林さんとかも江戸時代からですか？うち本当にもう江戸時代から続いてるところが、津軽で2軒あるんですけど、木村さんっていう人も江戸時代から続いてる家系があって、うちもそうなんですよ。それこそ前は、結構津軽塗の、何て言うんですか、技師って結構いらっしゃったんですか？前はそうですね、結構本当に産業として発展してた時期っていうのが、30年ぐらい前ですか、あったらしいんですけど、その頃っていうのは本当に700人とか800人そんなにいらっしゃったんですか？いたんですけど、今本当に100人ぐらいですけど、みんなこう亡くなったりとかですね、辞めたりして後継者も育たないので、なかなか今そういう感じですね。ちょっと角もこうやってあげると、ここだけじゃなくてこっちにも模様が出てくるんで、いい感じになります。これ普段も体験受け付けてるんですよね？普段もやってます。予約して、予約してやったりとか、あと小学校行って授業やったりとか、いろいろ、やってますね。ゆうちゃんあります？やったことないですね。全然なかったな。青森はないです、ね。弘前市内の、焼酎。ああ、焼酎ですね。でも私の母作ったって言ってましたよ。あの青森市出身なんですけど。なんか多分イベントでなんかやった時かもしれないですね。はい、スプーン作ったって言ってて。難しい。難しいですね。何なんですか？ちょっと一回拭いてみて、でちょっと見せていただいていいですか？そうですね、これ、あ、ここはいいんですけど、の面はですね、他の面もちょっとこの辺まで、コツでちょっと出していただくような感じで。わかりました。ありがとうございます。いいと思いますよ。ちょっと回してもらっていいですか？あ、大丈夫ですね。うん、ちょっと一回じゃあそれで待機しましょう。待機。はい。ここですか？はい。この面ここだけちょっとやっていただいて、あと上の方やって。二人とも2回目のヤスリを行きましょう。何やって？3回目まであるんで。そうなんですね。だから時間が結構ね。かかっちゃうっていう。だから最初そんなにやっちゃダメですよって言ったんですね。あ、そうです、はい。おお。これ2回目です。はい。で、
あ、それ使わないです。あ、これ使わないで、はい。今度指でいきますね。あ、はい。こういう感じで。はい。今度指でこう真ん中。これもやりすぎは厳禁なので。優しい、優しく。優しく。こんな感じですごい綺麗に出てくるんで、やりすぎちゃダメですよ。はい、はい、あ、逆でやってますよ、ヒロノンさん。研げない方でやってますよ。紙でこすってただけみたいな。これ目が粗くなってるんですか、ヤスリの。ヤスリの目が粗くなってるんじゃなくて、だんだん細かくしてるんです。で傷をこう取っていきながら、うんうん、模様も出しつつ仕上げるみたいな感じで、うん、面白いことやってらっしゃるじゃないですか。それこそスマホケースのスカル塗りとか、はいはい、あの元来にとらわれないものにスカル塗り使ったりしてらっしゃるじゃないですか、うん、そのアイデアってどなたが考えてらっしゃるんですか。これはですね、まあ、うちの従業員みんなで考えたりとか、はいはい、あとは、まあ、うちの父がね、そういうなんか面白い人間も好きなんで、はいはい、そうですね、半々ぐらいですかね。いいですかね。あ、いいですね、いいんじゃないですか。はい、はい、はい、これでじゃあ3回目を、はいはい、3回目もめっちゃ楽なんで、はい、今みたいな感じで、はい、2回目みたいな感じで、はい、また指でちょっとやっていただくんですけど、はい、今度さらっとこう、さらっとって分かりますよ、さらっと、さらっと、さらっと、何ですか。そうそうそう、そんな感じでね、本当に軽く、はい、でも一応全部こうペーパーが当たらないとツヤがちゃんとつかないんで、はい、一応ペーパーを全部当ててくようにして、はい、もうちょっと普通にやっても大丈夫です。はい、多分もう大丈夫だと思うんですけど、一応、これぐらいであればいいじゃないですかね、許容範囲みたいな。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、それじゃあ、ありがとうございます。終わりましょう。はい、はい、どうでしょうか。はい、はい、じゃあこれで、はい、終わりましょう。できました。はい、私もできました。完成です。